本番業務用。そうです。なんてやつ。もう見たことねえなこれ。知らんな。知らん名前やな。何でそれ。 FMC スーパー8000。業務用だけど仕事しよう人は必要。いやこれは普通に一般では売れ見たことねえやつやな。店には売ってないね。売ってねえな、うん。わかりにくいよな、差が。そうなんですよ。なんか最もこう肌の荒れとんところを取ってもらって。まあ家庭チームとでも耐久性があるチームだよ。あの艶が違うんですよ。だってうちの会社これなんですよ。おこれでも全部基本。黒から白からもう軽トラから軽トラ来たんすよ。これI'm gonna go to the hospital.
皆さんの間に合います。ここはもう全然違います。こう同じアングルで撮るんやけど鏡になっとる。あらぼやぼやってなっちゃったけどな。あ、これはあのカメラ越しでも多分はっきり分かると思う。クジラさんだげえな、これこんだけいっちゃったら。ああ大したもんじゃ。スイカ半分やるわ。ありがとうございます。あれスイカでどっちに切るやったかな、こうやったかな、こうかな。いやいや、そっちでもいい。あ、どっちでも、どっちでもよかったよ。普通こうかな。あ、こうやな。種がこういうふうに入ったわけな。あ、そうこれは種らしいよ。分からん、どれ生きていくかからん。あ、確かそうやったと思う。この模様通りに切ると種が綺麗に取れるっていう話。あんまり種ねえな。おお、なんかうまそう。大ちゃん、ありがとう。ありがとうございます。はい、半分。そろそろ。焦げいっぱい。志村けんのように。いただきます。いただきます。はい、いただきます。なかなか贅沢な食べ方やね。この真ん中、この一番美味しいとこな。ここ。これが一番美味しい。食ってねえかな。ここで、ここ食うんで。うん。甘っ。これはうめえわ。ああ、働いた赤いけどうめえわ。うん、甘いな。うめえ。甘いし、スイカは塩じゃんけんな。うん、これはいいわ。はい、クジラガレージです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、進行中なんでなんやけど、現在、Y30 をね、磨き作業に入っております。お盆間にね、ドークリ野郎先生が来て、バーッとポリッシャー機械でね、機械とコンパウンドで、塗装面の、要はまあ塗ったばっかりっていうのはあのまあ綺麗は綺麗やったんやけど、多少ね、やっぱり表面上のこのボコボコというかザラザラというか、あとまあ肌調整っていうやつなんやけど、コンパウンドで、ね、表面を研磨して、それからもうピカピカになりました。はい、あとはね、このピカピカの状態をまあどんだけ維持するかキープできるかっていうことがね、オーナーにかかってくるっていうことですね。まあ新車の状態と同じ、ほぼ同じ状態です。塗って、研磨して、今表面上は何もワックスとか何も乗ってない状態ですね。なんで今から、これからはね、まあワックス塗るかコーティングするか、いろいろねたくさん売ってるんで、もう何やっていいかわからんっていう方もたくさんおるんじゃないかなと思います。まあこれはね、もう本当ね、ぶっちゃけ何やってもいいって僕は思ってるんやけど、車の状態によってね、使い分けんといかんかなっていうのがありますね。ホームセンターとかカー用品店で売ってるワックスコーナー、要は洗車グッズ売ってるところ、まあそこ行くとね、もう本当ね、もうコスモスのシャンプー売り場かっていうぐらいいろんなものが売られてます。まあよくあるこういうタイプの缶に入った固形、まあ、ハンネリとかね、固形のワックスだとか、あ、こういう液体ワックスとか、まあ、あとは大体ワックスで言うと、まあ今それぐらいかな。ハンネリっていうかね、こうスポンジでこう取ってワックス塗って拭き上げるタイプと、液体を吹きかけて
塗って拭き上げるタイプ、この2種類にが今ほとんどかな、ワックスでいうとね。まあ、そのワックスもまあいろいろあるよね。ガラス系コーティングとかシリコン系とかフッ素系とか、もうね、何々系っていうのもたくさんあると思うんやけど、あら、まあ正直あの全部一緒です。あの、まあ、油膜になるっていうことですね。もうオイルぶっかけるみたいなもんです。で、系っていうのはもう本当にあのガラス系っていうのはもうガラスコーティングとはもう全然違う。もうガラスコーティングになると、まあ、こういうあの瓶に入った液体に硬化剤を混ぜて塗り込んでいく。で、固めて、もう本当にあの表面、塗装の表面上ガラスの膜、被膜を作るっていうやつなんやけど、まあ、こういったスプレータイプのガラス系コーティングっていうのは、うん、まあ、コーティングっていう名前にはなってるけど、あの耐久性はもちろん落ちます。まあ、値段が良ければ耐久性は半年とか1年とかあるんやけど、まあ、大体1ヶ月や2ヶ月ぐらいで効果は薄れていくんですよね。あと、まあコンパウンドね、コンパウンドも本当にいろいろあって、まあ、こういうあのメーカーの 3M っていうコンパウンドだとか、あのこういうまあカンカンに入ってるコンパウンドだったりとか、こういうホルツのこういう液体のコンパウンドだったりとか、本当にあのコンパウンド、まあ、汚れとか傷を消すコンパウンド、ね、これもたくさんあって、あの、まあ、こういうあの業務用みたいなあのちょっと高いやつっていうのは、あのワックス成分っていうかシリコン成分っていうかね、そういうのが入ってない、もう純粋にコンパウンドだけの成分なんで、まあまあいいんやけど、あの、まあ、この辺になってくるとね、おそらくあのワックス成分とかも入ってるんじゃないかなと。コンパウンドだけではなく、まあ、これで要は傷も消すけどツヤも出るっていうやつ、うん、まあいろいろ本当にあのワックスはコンパウンド入りのワックスとかね、コンパウンドだけとか、ワックスだけとか、あのいろいろあるよね。なんであの塗装の今のこの塗装の状態によって、その使い分けんといかんというかね。こんな今何もないツルツルの状態で別にコンパウンド入りのワックス使う必要もないし、まあ汚れたらね、汚れがひどい場合はコンパウンドとかでこう落とすんやけど、もう何もないまっさらな状態はコンパウンド使わずにもうワックスだけ塗ると、まあ理想はね、コーティングがいい今この状態、新車時とか塗装したばっかりっていうのはガラスコーティングっていうのがを今やっとくと後々まあいいかなという感じはするんやけど、ガラスコーティングもあのいいとこばっかりじゃなくて、まあ一応高額になるっていうの、高額っていうかね、まあ、ワックスよりも高いっていうことと、あとガラスコーティングした車っていうのはメンテナンスをしないと始末が悪くなったりする場合があるんで、まあ、泡染みとかね、そういうのが結構がっつりついたりするんで、それを定期的に落としてあげないとあまり、ね、ガラスコーティングしたからほったらかしやっていうことではないんですよね。なんでまあワックス、手掛けのワックスがいいっていう人は手掛けのワックスね、まあやって、手でかけたワックスの車っていうのはもう見たらもう分かるんですよね。もうギラギラしとるんですよね。ガラスコーティングっていうの車もまあ綺麗は綺麗なんやけど、やっぱりね、僕はまあ昔からっていうか、古い人間というかもう古いタイプ のやり方で、もう手掛けのワックスっていうのがやっぱり一番車が綺麗になるなって思うんですよ。達成感はあるしね。なんでまあ今回この車、まあ塗装をねして、全塗装して、それから研磨、塗装の仕上げを終わった状態で、これからさ何をしようかっていうところ、まあ、ずっと悩んでるんやけど、こういう、シリコンね、新越シリコンをぶっかけるか、まあこんな簡易的なコーティング剤、ワックス、液体ワックスするか、まあそれかガラスコーティングするか、相当悩んでます。まあ暑いんで、とにかくね、あまり作業ができないというか、まあ簡単にこうツヤが出ればいいかなって思うんやけど、ワックスをね塗り重ねるとね、
その上にこうシミになったりとか、下手にこういろんな種類のワックスをこう塗りたくるとね、結構シミになったりもするんで、やっぱりねガラスコーティングが一番無難かな。忙しい方はね、それが一番いいかなっていう感じがしますね。まあちょっと何のワックスを使うかっていうのはちょっと今検討中で、今、まあ、持ってるので言うとね、ザイモールとか、あと高いワックスで言うとね、ザイモールとか、まああと普通に売ってるシュワラスターのマンハッタンゴールド、まあこの辺りが、まあ手塗り手掛けのワックスではやっぱいいかなっていうのと、まあ今コーティング剤っていうのはないんやけど、まあこんなね、案件で使った、まあ簡易コーティングだね、ガラス系コーティング、まあ、この辺はCC ゴールドとかね、ホームセンターとかカー用品店で、まあ、2,000円とかそれぐらいで売られてる液体ワックス、まあ、この辺がまあ一番手軽で車きれいになっていいかな、いいっちゃいいですね。もうどれも多分一緒です。いろんなメーカーがいろんな種類出してますけど、もうほぼ全部一緒の成分やと思っていいと思います。液体系はね、もうシュッとかけて、いや、まあ、まずは車きれいに水洗いして汚れを落としてシュッシュッとかけて、ただから拭きしていくっていう簡単なやつですね。まあ、これが一番拭き残しっていうかね、固形のワックス、これっていうのは拭き上げが結構大変なんですよね。安いやつはやっぱりそれなりの値段するやつは施工が楽になるとかね、マンハッタンゴールドとかザイモール、この辺2000円とか3000円を超えてくるワックスになると、仕上げ固形拭き上げがすごく楽、早く済みます。けど500円とか1000円以下の安いワックスになると、もう拭き取るのが大変、まあ、これが値段の差かなっていう感じがします。ツヤ自体はね、そんなに大差はないです。まあ耐久性は若干変わってくる。まあそんな感じで、ちょっと、今後ね、こいつ綺麗に維持していくために、ね、いろいろ試したいなとは思うんやけど、まあまずはね、9月頭に第1日曜日に福岡のマリノアシティっていうところでイベントを展示するんで、まあそれに向けて、まあ車体はもちろんね、ホイールとかタイヤとか、あとこのメッキ、この辺をきれいにしていこうかなと思います。